Yeah.
私以外よ。みんなちょっとね、年を召してますよね。え、ああ、と彼が一番若いんだけどね。あとはみんなちょっと年を召していて。ね、これ特にボーカルのアンディさん、ちょっと休憩しないとダメだからね。ね、はい。だから、鑑賞します。そうそう、その間に私が少しお歌を歌わせていただきたいと思います。そうそうそうでは、まず1曲目をお送りするのは、カモのマイハウスという曲をお送りします。今回ジャズのイベントということでね、本当に
神戸でジャズが始まって100周年ということですごい記念すべきこのイベントに出てとても嬉しいなと思ってるんですけど、さっきから皆さんお気づきの通りそんなに私たち実はジャズをしませんそれなのに本当に選んでくださってありがとうございますということでちょっとだけねジャズの曲今からやろうかなと思うんですけど、ジャズの曲ですかこれ。フィーバーってでもジャズの人もやるよね。ジャズの人もやるけど僕らのフィーバーは、そう私たちのフィーバーはちょっと違う、違うかな。ジャズだと思って聞いたら、ちょっと南ってサウスアメリカにいたぐらいのところへん。そうジャズはではないけどフィーバーという曲は、えみんな何何あのね、みんな後ろで喋らないで、まあ、お客さんに向かって喋ってここで喋らないで、飲み会じゃないんだから。クリスすごいよ、もう 80s ですよ。えお年ペギーリーがね、やってる曲でね発音がいいから一瞬聞き取れなかった人まあいっか、そんな喋ればいいことで、まあ、フィーバーという曲をね、はい、ちょっとアレンジが皆さんに聞いたことあんまりないんじゃないかというアレンジでお送りしたいと思います。マンボーパラダイス8-0オリオリ
マンボパラダイス。
あと、ちょっと年寄りになるとね、曲の順番を覚えられる。ちょっと耳の通しとも出てくる。そうかって。みんな自分のことじゃないと思ってるけど、ほとんど誰も聞いてる。だいぶ耳が。え？年が多い？そう、年が多いよ。平均年齢60以上だからね。私と彼が入っても60以上だからね。全然下がらないから。ずーっと、20代の頃からずーっと下っ端。いつまで経ってもね。もうこの間。もっと若い。何が？そうよ。やっと若いが入ったわ。若いです。でも全然若さがないわ。え、なぜ？神戸に来ても怒られるっていうね。いや、喋ってなあかんね。え、別に喋らなくていいよ。そうか、始めるよ。だって、ちゃんと急に始まったよ。次はブギを送ります。
どこまで行くねん。すごいね、そこまで行ってもちゃんと鳴るんだね。なんか今の楽器性のいいなって思っちゃった。すごい。このまったり感疲れないね、まだあるから。今日はなんかこのバンドはなんか スタジオ練習してるみたいな感じでやらせてもらってますけど。はい、すいません、はい、ラストソングになります。これがでラストソングになってね。あ、って言ってくれて嬉しい。じゃあ2時間ぐらいいても大丈夫。それはいいよ。持ちません、ね、ちょっとこっち側が持たないわ、体力。アンジェリーナ。
まずまずまばからテラノロンデスパーママメイバーガハッピーでした。最高公演ありがとうございます。アンディ&ディズファイアークラッカーズの皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。それではご案内です。神戸